スラジオ A 六助その新世界。ハーモニカ欲しかったんだよ。どうしてもどうしてもが欲しかったんだ。ラッキーケダは欲しくないんだよ。おはようございます。おはようございます。2週連続それできました。年は越して毎日それでもいいですけども、仲良くいきましょうね。我々本当にお友達内閣ですから仲良くいきましょうね。今朝は飯田橋にやってまいりました。はい。先ほどまでですね、雨小降りだったんですけれども、少しずつ雨粒が大きくなってですね、ちょっと本降りに近くなっております。外雨でございますね。アスファルトも濡れていて、寒さが身に染みます。寒いですね。さあ、今朝も朝からいろいろ聞いてました。まずは明かりのついていないスターバックスの前でしゃがみ込んで漫画を読んでいた20代、男性でございます。6時半ぐらいかな。なんでこんな暗いとこで漫画読んでるんですか。あ、僕このスタバでバイトしてるんです。まだお店開いてないんでしょうがないんで漫画読んでます。学生さんですか。そうです。そこのでかいビルの法政大学のデザイン工学部です。バイト頑張ってくださいね。いつの間にかそこにスタバができたんですよね。びっくりしちゃいまして、公衆トイレに駆け込もうとしていた60代タクシーの運転手さん、どうもお疲れ様です。 TBS ラジオです。おい、なんだよ、しょんべん漏れちゃうよ。TBS ラジオ聞いてますかね。どうだろう、 FM が多いかな。あ、でもあの大竹のこと聞いてるよ。それ文化放送ですと言った時にはもうトイレに行ってしまいました。メガネをかけた真面目そうな中学生、今日終業式ですか。はい。成績どうでした。いや多分ダメでしょう。でもメガネかけて勉強できそうだよと言うと、人は見かけじゃないですよって言ってました。その通りですね。イベントの展示の仕事をしている、40代男性、今日どこの現場なんですか。今日は岡山のプラネタリウムの準備ですね。会社で普段は博物館の仕事してます。あ、今上野でチョコレート店やってますよね。あれはね、うちのライバルの会社がやりました。そうでございますか。あの、今日はですね、私そのチョコレート店のリポートをしてきましたんで、スタジオでたっぷりチョコレートの秘密、レクチャーいたします。スタジオに向かいます。はい、待ってます。さて、乙女隊です。今日は大沢ひとみさんです。大沢さん、はい、おはようございます。今朝は JR 有楽町駅前の有楽町糸し前広場に来ています、気温は5度、とっても寒いです。手袋に厚手のコートを着ていても立ってると体の芯から冷えてきます。朝の有楽町駅、足早に行き交う人々の吐く息が白いです。30分ほど前まではパラパラと降っていた雨が、今はこちらも少し雨足強くなってきました。今私がいるこちらの糸し前広場は今年で5周年なんですね。それを記念しまして、この周辺では来年の1月14日までの間、 LED ライトおよそ5万球のイルミネーションの点灯が行われています。また広場のステージではゴスペルのライブですとか大道芸のパフォーマンスも行われる予定です。8時30分を過ぎてイベントの準備の方々が会場の準備を始めました。皆さんですね、あのダウンコートを着て忙しそうに寒そうに働いていらっしゃいます。さて、お昼過ぎにはクリスマスも近づいて、一段と華やかな街を少し移動して、懐かしいあるものが並ぶタイムスリップできる、そんな展示会ご紹介します。ではまた後ほどよろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いします。いってらっしゃい、はい、警視庁です。今日は中村まなみさんです。中村さん、はい、おはようございます。 おはようございます。お伝えします。朝から一般道で事故が多発しています。環八の外回りは杉並区高井戸にして事故のため右車線が通れず6キロ半、瀬田から2時間30分。内堀通りは千代田区皇居外苑で事故のため両方向1キロ。神奈川の国道246上りは青葉区市ヶ尾で事故のため2キロ。埼玉の国道17号は鴻巣市天神1丁目で事故のため上りが通行止め、下りは1車線が通れず1キロ半です。以上です。今日もよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。12月22日の土曜ワイド六助話の特集と六助交友録には北山治さんお迎えします、はい、北山さんにはびっくり箱のコーナーまでお付き合いいただきます。その土曜ワイドびっくり箱ですが、年に似合わず子供っぽいことしましたというテーマでお便りをいただきました。紹介させていただきます。ニュースえり好みは総選挙で自民党圧勝、韓国では女性大統領誕生、今後の日本と韓国の関係はどうなるのか、
TBS 報道局の岩木博之解説委員に聞きます。午後のお客様には三宮真由子さんをお迎えします。三太郎さん、はい、おはようございます。今日皆さんからのお電話ファックスメールお待ちします、はい、まず気象予報士の海老原美代子さんからの情報をお伝えしましょう。今日の関東地方の天気予報ですが、お昼頃まで各地雨や雪です。赤坂も降ってますね、さっきの大沢キャスターの銀座も降ってましたね、夕方からでも晴れてくるそうですが、北風が強く吹く一日です。東京最高気温は11度、この気温は夕方以降に出る数字ということですから、日中は寒い一日です、今日から3連休という方もいらっしゃるでしょうが、クリスマス寒波到来、寒い3連休になりそうです。風も流行ってますからね、皆さん体調管理十分気をつけてくださいね。そして今週の明快さんちゃんは足立区40歳の島田さんからメールをいただきました。おととい会社の忘年会、会社の上司 T は酔っ払って管を巻いてみんなに嫌がられていました、がこの管を巻く、一体どこから来た言葉なのか、もう一人の上司が教えてくれというので、 A さん教えてくださいということですが、 A さんは忙しいので、また私がこの管を巻く分かりやすくご紹介しようと思います。今日のまたの身近な情報などお気軽にメールをお寄せいただきたいと思います。そのアドレスはすべて小文字です。覚えてください。サンタロアットマーク tbs.co.jp です。サンタロは santaro アットマーク tbs.co.jp です。今皆さん何をやってらっしゃいますか。あとでラッキーさんのクイズの時にも使ってくださいね、このメールアドレスは。もちろんいつもの通り電話ファックスもお待ちします。その番号は富山さんお願いします。はい、まずは電話番号です。03-3582-1111。03-3582-1111。ファクシミリの受付番号は 03-5562-0954 03-5562-0954 番です。番号はくれぐれもお間違いのないようにお願いいたします。それでは今日も午後1時までお付き合いください。土曜ワイドラジオ東京、TBS ラジオ A 六助その新世界。まずは六助6日間今週のご隠居語録です。自然をおいしく楽しくカゴメ、カゴメ株式会社がお送りします。六助6日間今週のご隠居語録です。さっきね、はい、親英子さんが隣のスタジオから、いらっしゃってね、帰りにお寄りになってね、はい、今日は聞きます、うん、今日は聞きます、どの辺ハーモニカがおっしゃったんで、うん、大好きなんだって。あ、でちゃんと聞かせるのはチャンスが少ない、ちょっと長い曲でもあるし、するので、で今日は小沢さんの話がたくさんあるので、はい、その小沢さんのハーモニカがおっしゃったんだよを聞いて、でその後北山治との話の中でもその話に触れようと思います、はい、というわけでまずはこれ不思議な歌でね、小沢さんと谷川さんと二人で作ってる、谷川俊太郎さんの、はい、はい、で曲は山本直純が作ってるんですよ、はい、山本直純は小沢昭一的心だのテーマソング、はい、そうですよね、その仲間が作ってます。 それでは今日は4分ちょっとありますけども、ぜひ聴いてください。はい、小沢さんのね、はい、ハーモニカブルースですね。ハーモニカ欲しかったんだ、ハーモニカが欲しかったんだよ、どうしてかどうしても欲しかったんだ、ハーモニカが欲しかったんだよ、でもハーモニカなんて売ってなかったんだ、戦争に負けたんだ、カボチャばっかり食ってたんだ、ハーモニカが欲しかったんだよ、
どうしてかどうしても欲しかったんだ、ハーモニカが欲しかったんだよ。もう機関銃は欲しくなかったんだ、戦争は負けたんだ、誰も俺を待ってなかったんだ、ハーモニカが欲しかったんだよ。どうしてかどうしても欲しかったんだ、ハーモニカが欲しかったんだよ。金を300円もらって帰ってきたんだ、友達ん家に泊まって、そのうち100円盗まれたんだ、ハーモニカが欲しかったんだよ。どうしてかどうしても欲しかったんだ、ハーモニカが欲しかったんだよ。明治大学の周りの道具屋を探したんだ、明治はハーモニカバンドで有名だったんだ、うまいところに目をつけたもんだ、ハーモニカを見つけたんだよ。すごいハーモニカを見つけたんだ、ハーモニカを見つけたんだよ。値段はぴったり200円200円200円、戦争は負けたんだ、だけどハーモニカが吹けるんだ。ハーモニカが欲しかったんだよ、どうしてかどうしても欲しかったんだ、ハーモニカが欲しかったんだよ。何にもなかったあの年の夏、小沢さんのハーモニカブルースでした。それでハーモニカを吹きながら退場するのはいつものステージの最後なんですね、はい、でハーモニカ吹ける持ってる子供の時に、子供の時持ってましたね。で吹いてた、吹いてましたね。で誰もが一度は持ってる楽器だから、はい、その実感は分かるわけだよね、だからこの、 あの曲をかけるとある世代以上の人たちにはハーモニカの音がまずたまらないんですね。で、あのハーモニカっていうのはその前にもうちょっとエピソードがあって、西条江戸さんっていう方が関東大震災の時に上野の山に逃げる、はい、でみんな避難してきた人たちがそこにたまりを作る、そこにみんなハーモニカがあったんだって。でそのハーモニカを中心にして10人20人っていう避難してきた人たちがそのハーモニカを聴いてた。であの今度の東北の震災もハーモニカがあるんです、はい、それぞれに。そういう意味で言うとハーモニカが欲しかったんだっていう世代の気持ちがね、とってもよく伝わってくる歌なのと、変に字余りなのが面白いでしょ。もうね、字足らず字余りが、あの小沢さん流にあの歌ってしまう、はい、それを、はい、あの字数が合ってない。それはあの今本直純が
それを面白く、全部作った世代がハーモニカを知ってたから、ハーモニカを吹いてたから、だから歌として、はい、文句なく入ってくる、親子さんが、はい、同じ世代だからね、同じ世代だから親さんもね、はい、そういうわけで今日は小沢さんの話をたくさん用意してきました。はい、わかりました。今日子供っぽいことしましたっていう、はい、びっくり箱のねテーマあったね、年に合わず、はい、何年か前に、秋に、はい、夏だったかな、生放送してた小沢さんがいきなり入ってきて、そう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 、でセミの抜け殻をね持ってきてね、たくさんね小沢さんがね拾ってきてね、そうそうそう、で拾った時にスタジオにいる永六輔に見せてやろうと思って、そうそうそう、持ってきてね、で どこで拾ったの、どこで拾ったのって時に教えない教えない、そうそう、江さんがねどこで拾ったのか聞きたかったのにね、あんたは教えてくれよって、ね、教えないそれは僕の言ってるんだよ、その最後にね、教えない教えない、誰にも教えないんだよ、ね、誰にもっていうのはたまらなくおかしいって、いい年してました、ね、そうそうそう、そういうご飯食べる時の話とか、いろいろ思い出したんで、小沢さんの話で笑いながら思い出そうと思います。はい。はい。